ッスルパンさん、クマありがとうございます。ゆきやくん、クマありがとうございます。うどまさん、お疲れギフトありがとうございます。けんさん、かわいいギフトありがとうございます。口紅を塗りました、かわいいね、かわいいね、おって、お、こんばんは。お疲れありがとうございます。ゆうすけさん、たまごサンドさん、ありがとうございます。やするぱんさん、ありがとうございます。茶色濃くなった。あ、黒い T シャツやけんですよ、絶対。白飛び白飛び。黒髪ん時でもさ、黒 T 着たら茶髪になってたじゃん。地毛の時も。白飛びですわ。ね、地毛の時から黒 T 着たら茶髪になってたから。今日は髪してないよ。9時過ぎまででレッスンだったので。リハちょっと前に家帰ってきてご飯食べて今です。全然眠くない。そう、ご飯食べた。食べちゃったの。なんかでも反省してる。ご飯食べちゃって。ピエン。こんばんは。君はご飯食べてニコニコの方がいい。でも最近さ、なんかお金使いすぎだからご飯を我慢しなきゃと思うのに食べちゃって、おこ自分に、なんで食べたんだって感じなのです。ショック受けてます。ご飯食べてショック受けてます。バサホシさん、ピカピカありがとうございます。ハルさん、お疲れありがとうございます。ね、食べちゃうんだよね、マジで。反省しなきゃ、本当に。こんばんは。ワクチンさん、ピカピカありがとうございます。あ、タウン情報は明日までだ。ご飯我慢してたらね。でもちょっと食べ過ぎだ。こんばんは。
かしさんファイト、ありがとうございます。食べ過ぎた。明日から気をつけよう。こんばんは。ななさん、かわいいギフトありがとうございます。明日頑張ってください。頑張ります。明日はね、夜だけなので。こんばんは。ピカピカありがとうございます。こんばんは。後ろから席入れます。1階ですか。こんばんは。明日1階の人、ワンホンブーケ見てみた？あった？ 1.1K 以内ん？ 11K か。1万1000円だったら。あ、1階の人多いですね。それは良かったです。こんばんは。奈良さん、かわいいギフトありがとうございます。あ、通路側を。一回か。ありがとうございます。うるさ。ウォーターサーバー。今日のレッスン着はこれです。さすがに遠い？でも1階でしょ？ 1 階だったら近いよ。犬の T シャツです。1階だったら近いよ。こんばんは。なんちゃったっけって、これだけで分かる人は素晴らしい。ワンちゃんです。きなこは前の犬です。こんばんは。はなちゃんです。もみじもみじ
猫さんピカピカありがとうございます。花子ですよ花子。どこの花子さん。ね、まあ、花子さんですこれ。いやー、私も愛犬の T シャツ欲しいな。よろ。そうだから愛犬で思い出したんだけど、今日私蜂に刺される夢を見て、蜂に刺される夢めっちゃ痛かったんですよ。激痛。痛。歩いてたら前から蜂が飛んできて、ここにブサって刺さって、やばいと思って抜かんといかんから素手でピッて抜いて、そう夢の話で一緒にいた人にちょっと持っててって持たせたら、手離すから蜂が怒って2回目こっちブスって刺さってきて、だからでまた取って、ちょっと持っててって言ってるでしょって友達に持たせてるけど、またなんか話したから3回目刺されて、そうまた取って、持ってて絶対持ってて、その間に超走って逃げて4回目回避できたけど、そうだってもっとかんとさ、抜いて話したらまた来るじゃん、わかる？ピッペッてしたらさピッて来るやん。じゃけん持っててで、その間に私が逃げるっていう、そう、なのに友達が手離すけんさ3回刺された。マジでこう痛かった、本当に夢か現実か分からんくて激痛だった。痛い。そう、私だけ逃げたよ。私だけ狙われてたんです。私に怒ってるから蜂は。マジ痛かった。夢占いね、したよ、朝目覚めた時に。なんか、なんだったっけな、なんか危機的状況に追い込まれてるみたいな感じだった気がする。夢の中で痛いって感じたことない。マジめっちゃ痛かったんだけど、マジ痛すぎた。本当に痛いし、3回も刺してくるし、3回も刺してくるし、ずれたぞ。こんばんは。目覚めた。昨日は全然寝れなかった。なんか寝てもそういう短い夢を見て起きてみたいな。蜂に刺された経験ないですよ。なんか蜂に刺されたらやばいっていう印象しかないからね、救急車を呼ぶべきなのか悩むよね。1570日、蜂やばいっていうよね。
こんばんは。夢をはっきり見すぎて、なんか寝たんか自分が考え事したんかわからん時ある。あれ私寝たみたいな、いや考え事してたよなみたいな。これ考え事なのか、それとも夢を見てたのか、寝てたのかみたいな、わかんなかった。なんか寝れなかった。という夢じゃないんですよ、起きたんですよ。めっちゃ起きたよ。やあやあ。こんばんは。明日明後日傘いりますかねって。いらないでしょ。いらない。傘燃やします。はい、持ってる必要ないです。やめておきます。まあ折りたたみぐらいに入れといたらいいんじゃないですか。折りたたみ、私は折りたたみ入れてる派なので、一応偉いんでリュックに使わんけど、念のために折りたたみ入れてる人間なのでおすすめします。ゆきやくん偉い、ありがとうございます。いや、日傘は折りたたみじゃない。日傘は折りたたまんやつ。そう、なんかでも持ってたら安心するじゃん。一応ね、入れてる。出さないリュックから入れっぱ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日は23時半ぐらいまで配信です。ペンライトあった方がいいですか。うん、そりゃそうでしょ、ライブなんだから。ライブの時はいつもいる。ライブにペンライト持っていかない時の気まずさ。何振ったらいいか分かんない。押しタオル、押しタオル、まあ1枚ぐらい。振ります。いや
いいな、こんなまま行きます。そうね、桜祭り何時なんだろうね、聞いてないな。そういや台本見たらいいか、書いとうかな。書いてないや。毎回昨日より可愛く見えます？毎日進化してるんかな。どこにも書いてないわ。あ、あ違った、レッスンの時間だったぽいんだけど、レッスンの時間だったわ。書いてないわ。てか自分らも知らないんだね、どこにあるんだ。ね、10時11時半って書かれてるけん、これがで本番の時間かと思ったらレッスンの時間だった。わかんないや、聞いたら教えてくれるかな。祭りより早く始まるね、でも一瞬本番の時間が止まった。みんなには教えないけど、ちょっと自分は把握したい。日曜日何時か本番かさ、把握しときたいじゃん、何も知らないよりは。一応聞いてみた。こんばんは。このぐらいの時間なのは把握しときたい。ね、2時からと11時からじゃあ全然気持ちのあれが違うもんね。コンサート終わった次の日の11時からか2時からかは全然違う。開始前に行こうとしたら9時40分しかない。電車少ないんだね。今日どんな飲み物飲みましたか？ルイボスティーです。あとは、まあ、オロナミン C とアイスカフェラテとポカリ、ポカリ1本とアイスカフェラテのレギュラーとオロナミンCとルイボスティーです。いっぱい飲んでる。あわ、しかもめっちゃ食べてるんだよね。昼ご飯におにぎり1個と粗挽きソーセージ、コンビニの昼ご飯、粗挽きソーセージとおにぎり1個で、夕方とお腹すくじゃん。昼ずっとやっててレッスン、夕方お腹すくから軽食のサンドイッチ、軽食のサンドイッチを食べてるのに私は夜ご飯を食べたの。藤原夜ご飯、高校球児みたいなの好き。だコンビニしかないんですよ選択肢が昼は。
べました。夜ご飯はオムライス。冷静に考えたら食べ過ぎじゃないか。一日を通しておにぎり1個と粗挽きソーセージとサンドイッチとオムライス。普通か。いくら食べました。いいな、いいな、お寿司食べたいな。うんってもうあなたに言われてもな、少ないよって。そんなにのびくりしておきながら。そうなんです。一日でどんだけさ食べ物とか食べてるのみたいなね。やばい。どんだけ。最近食べてる。え、そうなんよ。でも控えようって思ったら思うほど食べちゃう。でも何も気にしてない時は逆に食べないから、気にしてたら余計食べちゃうんですよ。もうどうしよう本当に。あ、動かんかったら一食。そう、逆にレッスンがあったらめっちゃ食べるよね。休みの日は夜しか食べん。朝起きたら昼夜食べる。いっぱい食べてください。まあいっぱい食べたら健康になれるもんね。健康な体作れるもんね。強い体。ポジティブポジティブ。免疫力上がる。そうですよって。お腹空いてきたら我慢するために歯間ブラシしてる。好きだね。なるほど、なるほどね。確かに歯磨きした後はちょっと食べ物控えようとなるもんね。確かに。食べて動いて寝る。グミならまだ可愛いじゃん。グミは食べてないようなもんですよ。疲れた。金曜日だもんね。そういや、全然金曜ロードショーも見れんかったわ。こんばんは。はい。明日は土曜日です。コナン見るの忘れてたね。忘れてたわ私も。まあいいや。
シビック V、 何それ。職場の可愛いこと別々になってから無意識のうちに歯磨きが雑になりました。まあいいんじゃない、可愛い子いないんだったら。雑で、こんばんは。可愛い子いないのに歯磨きする理由ない。うん、まあそうだよね。明日午後から雨。そう、可愛い子いないときは顔の動きもそらない。どうする、不意に可愛い子来たら。何もしてないときに、気抜いてるときにがっかりされるよ。だからいつでも可愛い子が来てもいいように毎日しないと。不意なときに来たら幻滅されるよ。うわって、いつでもカモーンな状態で綺麗にしておかないと。確かに確かに。ね、こんばんは。前千穂さんにヒゲ剃れって言われたことある。え、ヒゲボーボーだったの。ヒゲおじさん、朝ひげを剃りました。やだな、なんか親父感すごいな、そのエピソード。大変だね。やばい、充電が 20% だ。でももう充電器取りに行くめんどくさいから、今日は充電がなくなったら終わりです。もう充電器取りに行く元気がない。伸びろー、手が伸びない。ひげ剃り燃やします。どういうこと。ひげ剃る元気がない。脱毛行ったらいいじゃん、脱毛脱毛何回か行ったら早くなるんじゃない。剃る手間、髭脱毛ですよ。おじさん、そう、おじさん。
似合う男。でも濃い顔じゃないと似合わなくない？ヒゲって薄顔の人にあんま似合わないイメージ。濃い顔の人は似合うと思う。あんま私は似合わないね。似合わない。薄くてすいません。顔の話ね今。顔顔と脂肪が薄いから脱毛してます。素晴らしい。髪の毛の話じゃないです。こんばんは。髪の毛脱毛とかないでしょ。痛そう。なんか頭悪くなりそう。こんばんは。ピカピカありがとうございます。髪の毛うーん やばい歌いそうになる。何も歌ってないです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。耐えてね。耐えてる。これはオリジナルのフンフンです。オリジナルフンフンなんで大丈夫なやつです。オリジナルフンフン。そうオリジナルフンフンです。眠いなら寝ます。おやすみ。いいね眠いとか。いいなこの時間に。0時前にあんま眠くなることない。夕寝はあるけど。桜祭りの返信女忙しいよね。マネージャーさんも。まあいいや。疲れてるとこの時間めっちゃ眠い。なんか9時頃が眠い。私めっちゃ8時9時、ま、今は眠くない。明日は上手下手どっちが多いって。わ絶妙だな。両方かな。どっちも。自分的におすすめの曲な曲はそう。まあでも上手でも下手でもないかな。どっち微妙ですね。
センターではないですよ。センターではない。後ろの後ろの真ん中ですからセンターではないです。上手でも下手でもないです。ゼロ番。こんばんは。あ、でも下手が多いかもね。違うわ、私から見て左だから上手か。上手、どちらかといえばね。見て、微妙はね。1曲目下手2曲目下手3曲目上手、あーでもサビは下手、4曲目は真ん中ぐらい。あーでも5曲数バレるな。まあどっちもどっちですな。どっちもどっちですよ。均等均等。均等。均等です。どっちも行きます。どっちでもいいです。均等です。ど真ん中あります。しかも私が一番お気に入りの曲がど真ん中なので。センターではないですけどね。コンサートの前寝れない。マジでも明日夜だよ。夜だから朝寝ても間に合う。まあ昼も行かれる方はあれやけど、夜だから朝寝ても間に合うから、そう、寝れんくても朝寝たらいい昼まで。朝寝る、寝れんくても朝6時に寝ても間に合う。寝れん寝れんってなるやん。でも6時に寝ても全然間に合うから。ね、寝れなくても。ゆうちゃんお疲れ、ありがとうございます。コナン終わった？
チネさん、ポップコーンありがとうございます。ハンチンだけ聞いとくって言われてわかるんかい。でも去年のやつでしょ、見たよ私映画館で。コナン毎年見てるから。そんなに食べてないじゃんって。どこ今超時差ない、えぐいぐらい時差あるけど。今日食べたものの説明のところいる今。何事？20分ぐらい時差あるんだけど。梅昆布握りです。なんかおにぎりの品揃えが全然なくて、選択肢3つぐらいしかなかったんで、納豆とたらことみたいな。納豆は口臭くなるから。飛んだ？飛んでそんなはっきり聞こえるんかね。でも結構食べてるよ。だって品の数、品数、品数で言ったら4つ、5つか。飲み物は4種類。食べてる。今日は半で終わります。食べりって睡眠目標時間、何時にしようかな。まあ、3時とかかな。遅くないよ、普通だよ。今から服し、どっち先しよう、お風呂と。お風呂入って普通です。コンサート前日だもん。だって普通の日は2時とかには寝るけど、コンサート前日だから3時早い方ですよね。ひどい時は寝るなって言われるから、寝ずにやってこいって。最近はそんなん言われんけど、3時は結構早いです。寝てるところじゃないでしょってなるので、3時に寝れたら早いですけど。ひろっちさんピカピカありがとうございます。まあそうよね。でもまあ今回のはそんな先発待ってないので、あわー
まあ3時、うん、別に寝なくてもいいんだけどね。まあ3時この目安でトントンさんピカピカありがとうございます。寝れるかなそれこそ。でもコンサート前寝れないがちだからね。でも明日は夜からだから朝寝てもいいから絶対寝れる。さすがに寝なかったら6時7時頃が一番眠いんですよ。なんか6時7時に寝ても昼まで寝れるから6時間睡眠できるわけじゃん。だけん寝れんくても朝寝れるから大丈夫。どんなに寝れんくても6時7時で絶対眠くなるから8時とかそっから寝ても6時間睡眠十分取れるから元気でバッチリできる。みーくんピカピカありがとうございます。ね、朝寝ておけば大丈夫。でも寝れそうだけどね。鳥さん偉いありがとうございます。今めっちゃあれ飲みたい、クエン酸。ミキヤク応援してるありがとうございます。クエン酸でも飲みすぎだから飲まないけど、飲みすぎ。オロナミン C 飲んだし、クエン酸はやめよう。クエン酸サワーじゃない。何それ。C1000キレートレモン、梅干しあるけど、今日配信中に飲み物飲んだよ。実はお梅干しがあるわ冷蔵庫に。クエン酸とか書かないよ。ラバンさんタコありがとうございます。梅干しと聞いて唾液が出ました。汚な梅干し。最悪なツッコミ。汚な。こんばんは。梅酒、私梅そんな好きじゃないんだよねマジで。だから梅酒とか飲まないんだよね。26分、唾液出てない時もきっと悩んでる。ノーダメージなんじゃそりゃ。じゃあ終わろうかな。何が好きなんですかって、それはどういう 系ですか。梅酒は好きじゃない。私はハイボール一択です。太らないっていうのを信じて、たくさん飲んでも太らないというのを信じて、ハイボール。やばい、10%になった。10%になったよ。
銃はやばいね。ちょっと充電器があっちにあるんよ。大橋さん、ポップコーンありがとうございます。明日夜配信します、します。帰ったらする、家に。夜やるよ。じゃあ読みます。13位ドンちゃん、12位理化学研究所さん、11位奈良さん、10位春さん、9位ケンさん、8位フェリスさん、7位キチネさん、6位翼星さん、5位お芋ちゃん、4位ひとしさん、3位安るぱんさん、2位みきやくん、1位うどむさん、ありがとうございました。たくさん飲む、そう、たくさん飲んでも太らないからハイボールです。強いのでね、しかもサマーとかでは度数が弱いからちょっと高めのハイボール、いい点がいっぱいある。太らない、ちょっとだけ度数が高いってことで、サマーは弱いからジュースですからなんてことってことで、おやすみなさい。明日はひなさんの卒業コンサートよろしくお願いします。楽しもうね、夜だよ。またね、はい、はい、ということで、またね。